内海竹雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、河原と高校の診療所院長内海竹雄と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役、ね、に立つ小話を毎朝5時50分、20分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開のマッシューグや皆さんからのご質問やリ,リクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、改めてちょっとガイドラインっていうのを考えてみたいと思うんですけれども、 ガイドライン、皆さん聞いたことはありますよね。えっ、ー、と、多分医療者以外でもですね、ガイドラインって、まあ一般用語なのかなちょっと私 <laughs> あの、一般的にガイドラインっていうのはどういう位置づけで使われてるのかあんまりちゃんと認識してないですけれども、まあ医療業界にいる人は少なくともね、ガイドラインっていう言葉自体はね、えー、一度は聞いたことあるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、今日のこの放送をやろうと思ったきっかけは、まあ、先週ですね、ちょっととある、うー、あんまり、こう、いわゆる難病、 というようなあ、日本にあんまり患者さんがいないような病気を医師国家試験クイズで取り上げたんですけれども、そういうにもね、やっぱりガイドラインっていうのがあるんですよね。これ私全然知らなかったんですけれども、っていうような感じで、もう今ね、ありとあらゆる病気とか、あ症状に関してのね、ガイドラインとか、この指針っていうのが出てきてるんですよね。で、その、おまあ、ガイドラインの作成っていうのにですね、私自身もこの3年ぐらいかな、 あの、関わらせていただくことになって、やっぱりガイドラインの作り方からそうですし、あとガイドラインをね、どういうふうに使っていくかっていうのを、まあ改めてこの数年考える機会が多いので、それでお話ししようかなというふうに思いました。はい。で、今日お話しする内容はですね、まあまずはガイドラインとは何かっていうこととですね、で、二つ目に、えー、ガイドラインの に含まれるもの。まあ、ガイドライン、どういうのが書いてあるのっていうのとか、あとはガイドラインですね。まあ、さっきも言ったように、いろんな病気のガイドラインあるんですけれども、じゃあ、いろんな病気をお持ちの方はですね、全部のガイドラインを遵守していくのかどうか問題とかですね、あとはガイドラインにその患者さんとかご家族、あと市民の方が参加するかどうかみたいな、そんなお話をしたいかなというふうに思います。 で、えっ、ー、と、参考資料をちょっと順番に追っかけていき、言っていただけたらと思うんですけれども、まず、えっ、ー、と、ガイドラインですね。これね、かなり誤解されてることも多い用語なんですね。で、これ以前もね、確かご紹介したと思うんですけれども、国立、えー、なんだ、国語研究所っていうところが、病院の言葉をわかりやすくする提案っていうのをやっていて、これ、えっ、ー、と、ちょっと前の調査なんで、少しね、今とはデータ違うかもしれないですけれども、えっ、ー、と、 その中にもガイドラインっていうのが書いてあって、えっと、ま、ガイドラインというのは、ま、一応言い換えると、このいつでもどこでも最善の医療を受けることができるのは、研究成果を踏まえて学会などで作られた標準的な診療指針のおかげであることを理解してもらいましょう。またその指針に従うことの意義を理解してもらうことも重要ですっていうことになっていて、えっと、はい。結構ね、ガイドラインってその言葉は知ってるんですけれども、誤解されてるっていうことが多いっていうのが、この、 えっと、上から1,2,3,4段落目かなっていうふうに書いてあります。実際にですね、ガイドラインっていう言葉を知っている方は、89.6%なんですけれども、この医療におけるガイドラインの意味ですね、これを理解している方は、えっ、ー、と、57%、まあ6割弱っていうような、そんな感じになってるんですね。だから、まあ他の領域でもね、ガイドラインとか多分、 何て言うんですか例えば工業領域とかですね、そういうのあると思うんですけれども、それとちょっと医療領域のね、ガイドラインの位置づけが少し違うっていうのはあるかなというふうに思います。で、えっと、一応ですね、まあ日本におけるガイドラインを作る あ作るというか、あの、作る指針、ガイ,ガイドラインを作る指針を出しているところっていうので、あの、マインズっていうのがあるんですね。これが、えっ、ー、と、資料の2つ目をご覧いただけたらと思うんですけれども、この M-I-N-T-S っていうマインズっていうところはですね、このガイドラインを作る指針っていうのは、今、最新版は2020年版になってるんですけれども、それをね、出してるんですね。で、 えと、このマインズがその診療ガイドラインですね。まあ、これ、あの、ガイドラインにね、診療って付けていて、まあ、これいいかなと個人的には思うんですけども。はい。診療ガイドラインを知っていますかっていうような、えっ、ー、と、リーフレット、パンフレットを出していて、まあ、それのですね、2ページ目かな。えっ、ー、と、まずはじめにっていうのがあって、これちょっと多分三つ折りのパンフレットなんで、ちょっと順番がバラバラですけども。えっ、ー、と、三つ折りの2枚目ですね。2枚目の下の方ですね。に 言っていただくと、診療ガイ,ドイガイドラインとはっていうので書いてありますね。で、これですね、その、えー、と診療ガイドラインの作成マニュアルの2020ですね。まもう私も相当呼び込みましたけども、これの、えー、中に定義っていうのが書いてあります。ただね、これね、定義、まあ難しいんですよね。これ、ちょっと、あの、一応読みますけれども、えー、健康に関する重要な課題について、 医療利用者と提供者の意思決定を支援するためにシステマティックレビューによりエビデンス相対を評価し液と害のバランスを勘案して最適と考えられる推奨を提示する文章っていうことでなんじゃそらって感じじゃないですかまあ、あのちょっと特にシステマティックレビューによりエビデンス相対を評価し液と害のバランスを勘案してっていうところは難しいですねここを抜いたらまあわかるかなっていう感じですけどまあ要は患者さん家族とまあ医療者側が いい意思決定をするために最適と考えられる推奨を提示する文書っていうことで、ただ、そこのね、こう、中身が非常にね、複雑で、この特にね、システマティックレビューって、この放送をね、聞いていただいてる方は、まあ、以前にも取り扱ったんで覚えてらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、要は、まあ、日々ね、いろんな、こう、 えっと、研究ってされてるんですけれども、特に、えっ、ー、と、介入研究っていうやつですね。介入の RCT っていうラン,ダ、えー、とランダム化比較試験っていうのがですね、まあ一番、高信頼性が高い。まあ例えばお薬とかですね、まあいろんな治療に関して、えー、信頼性が高いものなんですけれども、その RCT っていうランダム化比較試験っていうのを、さらに いくつもまとめてですね。それのお弁当を詰め合わせパックにしたみたいなのそこ、これがシステマティックレビューなんですけれども。で、それを、おまあ、エビデンスの集積として、で、あと、駅と外のバランスってね、これ難しいと思うんですけれども、あの、その、まあ、エビデンスとしてはそうなんですけれども、例えば、えな、ー、んでもいいですけど、お金がかかりすぎて、えー、実は、その、エビデンス的にはあるんだけれども、じ実用的でないとかですね。あとは、 えっと、患者さんの QOL ですね。えー、まあ、それは、やったらいいのは、それはわかるけれども、QOL 一時しく存,存ずるよね、みたいなのとかってあったりするんですよね。だから、この駅と場外のバランスを、お総合して考えて推奨を出しましょうっていうことで今、やってるんですよね。はい。なので、えー、まあ、そういうのがガイドラインの作成の プロセスみたいな、そんな感じになります。ただですね、実際私もね、遺族アガイドラインに関わってきてですね、このシステマティックレビューはね、できるほどのね、研究がないっていうものもあるんですよね。で、特に気象疾患とかですね、稀な疾患、稀な病気とかになると、この研究自体がね、そもそもないっていうことになるので、そうすると、まあこのシステマティックレビューもないし、まあそこから得られるエビデンス相対とかっていうのもないとかっていうことになるので、まあその場合には、 結構ね、その専門家のコンセンサスですね、エキスパートコンセンサスっていうふうに言いますけれども、それをもとに、まあ、ガイドラインっぽいもの、まあ、このガイドライン、純粋な、ね、ガイドラインの定義に従うと、それはガイドラインではないっていうことになってしまうんですけれども、あの、そういうふうな形で、えー、ガイドラインを作成するっていうこともあったりします。 っていう感じですね。で、えー、ただですね、まあさっきも言ったように、ガイドラインってね、ものすごいいっぱいでできていて、多分ね、もう何百とか、もしかしたら何千とかあるかもしれないんですけど、まあ、あの、多分世界全体含んだらね、もう余裕で何千とかね、もしかしたら万単位とかあるかもしれないですけども、いう感じで、でも日本国内だけでもね、日本語の多分ガイドラインだけでも数百っていうのはね、えー、あるはずで、ただ、まあいろんな病気を抱えている方、 に関して、ね、ガイドラインをどう適用するかっていう問題って常にあるんですよね。まあ、特にご高齢の方ですね。これ、まあ、いつも私の放送でも以前取り上げましたけれども、マルチモビリティって言って、えー、多疾患、併存って日本語では訳されますけれども、まあ、いろんな、例えば高血圧、糖尿病、癌、何、えー、ですか、何でもいいですけど、変形性の膝関節症で、えー、脳梗塞の起用がありますみたいなとかね、えー、そういう方ってね、結構いらっしゃると思うんですよね。 なんですけれども、その、それぞれのガイドラインに従って全部遵守していくっていうのは、まあ、事実上難しいんですよね。なので、えー、そこら辺が、まあ、あその、臨床の腕の見せ所というか、まあ、まあ、あのー、 患者さん、ご家族と相談して、まあ、ガイドラインをどこまで遵守していくかっていうこともね、えー、医療者側には問われるっていう、そんな感じになってきます。だから、あの、ガイドラインね、もう非常に重要で、あの、まあ、我々の中ではね、その、なんか法律とか憲法みたいな、そんな位置づけではあるんですけれども、ただ、えっ、ー、と、患者さん、個々の患者さんに適用するときには、まあ、より柔軟な姿勢が求められるっていう、そんな感じになりますね。はい。はい。 で、最後ですね。で、そういうね、ガイドラインっていうのはまあ日々できてきてるわけなんですけれども、その中にですね、えっ、ー、と、市民の方、あの、患者さんご家族とかですね、一般市民がね、参加するってこれはね、もう今必須になってきています。で、これが、えっ、ー、と、資料の三つ目にですね、えっ、ー、と、ガイドラインの、Q、えっ、ー、と、患者市民向け Q&A っていうのがあるんですけれども、これね、ちょっと、 用語がね、難すぎるんで、これちょっとね、もう少し噛みらいた用語で書いてほしいなと思ったんですけれども、その中の、えー、っと、3番目とかね、えー、っと、4番目ですね、えー、っと、5番目。 6番目。この辺がね、こう、一般市民の参加とかですね、あとは、えー、患者さん、ご家族の参加ですね、に関してね、いろいろ書いてあります。で、えっ、ー、と、まあ、この3つ目の、なぜ診療ガイドライン作りに患者、市民が参画するのですかっていうような質問ですね。えっ、ー、と、まあ、さっきも言ったように、やっぱり、意思決定の 時ですね。に重視することとか価値観とかって違うんですよね。まあ当然、それは、まあ人それぞれも違いますけれども、ただ、医療者と一般の方でもね、大きく異なるっていうのはね、結構あるんですね。だから、 あの、医療者側だけで作るんではなくて、必ず一般市民の方とか、患者さんもお、そのガイドライン作りに参画してもらおうっていうのがもう、あの、世界的な、これトレンドになってますし、まあ、マニュアルの中でもですね、この患者市民参画の例っていうので書いてあったりします。で、まあ、その、 ね、参加するやり方っていろいろあるんですけれども、本当に委員に入られる場合もあれば、えっ、ー、と、インタビューされるとかですね、あと、パブコメって言って、パブリックコメントですね、これを、を,を広く求めたりするっていう場合もありますけれども、まあ、少なくとも何らかの形で、こう、一般の方の、お、ご意見を、その、ガイドラインに反映するっていうのはもう、あの、世界的なトレンドになっていますので、もし、こういうのがあればですね、えっ、ー、と、ぜひご意見いただけたらな、というふうに思います。はい。 ということで、えー、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内い回の竹でした。興味津々。